はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、楽園捕食召喚獣というね、融合モンスター全部入りカオスデッキをねご紹介していこうというふうに思っております。楽園デッキを使っているとですね、皆さん何が困りますか。一番困るのはね何かっていうとですね、うらら打たれるんですよね。うらら楽園融合にうららめちゃくちゃ打たれるじゃないですか。で結構止まっちゃうんですよね、楽園融合取んなくて。で、一応そのデスペアとか、デスペアじゃねえや、パッチワークとか入ってればなんか別のモンスター出してお茶濁したりとかいろいろできるんですけれども、今回は捕食植物モンスタープラス楽園融合プラスですね、アレイスタークとこの暴走魔法陣さん、これ入れてまして、もともとねうちの幹部会のメンバーが使ってたデッキをちょっといじっていじらしてもらって使ってるデッキなんですけども、これ暴走魔法陣からのねアレイスター、とりあえずこれが一番初動にはなるじゃないですか。最低限そのメルカバーは、一応出るというところと、あとねこれねうららめちゃくちゃ踏んでくれるんですよね。暴走魔法陣が発動されてアレイスター召喚したらさ、召喚魔術絶対通っちゃうから、これみんなうららで、大体アレイスター止めてくるんですよね基本的には。暴走魔法陣ちなみにどういう効果を持ってるかっていうと、これ融合召喚をする効果を含む効果、自分が発動した場合発動が無効化されないっていう、もうほんとうららぐらいしか無効にできないんですよ、もうこれ貼られると。だから普通に楽園融合とか打っても通る、うらら以外はだったら通るんですけど、これ貼っとけばね、だいたいうらら打ってくれるんですよねこれに。だからうららをですね一旦アレイスター君で受けてもらいまして、で安全に開幕とか楽園融合とかサンデーケンジーからのアンブロメリデスからの、ダーリンコーラからの楽園融合みたいなのを通していくっていう、でも実質なんかこれがもう墓穴みたいな感じで、使ってるデッキとなっております。一番初動はね、一応これも一番初動に一応数えるのであれば、1234567891011121213枚ということで、かなりね初動は14枚か、これもあるから、だから初動枚数はかなり多いで、しかも一応楽融合とセットで引けると、いつも通り の, そのなんかミラジェイドとドラゴンスタペリアみたいな展開の中にメルカバーも立つんですよ。だからね、すげえ強いですね。楽園の一番弱いところって魔法トラップの無効がないんですよ、基本的に盤面に。これはですね、一応ですね、メルカバー君がいると一応無効効果が、ありますんで、モンスター効果とか魔法トラップカードの効果とか、持ってればね同じ種類のやつを止められますんで、楽園のなんか弱点みたいなやつもちょっと若干カバーできてるかなっていう気はするんですよね。とにかくですね、うららが鬱陶しいんで、この暴走魔法陣さんを使って、アレイスターでうらら踏んでもらって、で、安全に楽園融合を通していくっていうデュエルをいくつかちょっとご覧いただければなと思いますんで、なので使ってみた感じね、たまに事故んだけど、あとセット引きできないとあんま強くないんだけど、なんだかんだ結構なんか上振れるとものすごい展開になるし、誘発もそこそこ入ってるんで結構強かったっす、使ってる感じ。はい、早速ね、デュエルご覧いただきましょう。実質墓穴が1234567899枚入ってるんで実質ね、デュエルスタンバイ。やっとデュエルスカップらしくなってきたな俺のデッキ。さっきまでよゴミみたいなデッキ使ってたからよ、このデッキはちゃんとデッキとして強いからな。さっきまで9期最強と言われているトラミットとかいうヤバすぎるデッキを使っていたんでね、これ無限抱擁とかエフェクトベイラーとか打ってほしいな、できればな。これやっぱアレイスターにね打ってくれる人ところはねこうなるんですよ、これだから要するにこう楽融合通るんですよね。ちょっとすびき召喚魔術持ってないからだけど、これすびき召喚魔術持ったらもうちょい破れますからね。はい、でもねこれね裏打ってくれたんでこうなるんですよね。楽融合通る、増殖数字はいや OK。 このねアレイスター君が実質墓穴です、うらら踏んでくれるから。マジでうらら踏んでくれるから、うららとかエフェクトベーラーとか無限保養踏んでくれるんでね、結局なんか
アレイスターはあのうらら弾く要因みたいな感じで入ってるんですけど、これ非常にね、非常に強いです。はい。で、アルビオン効果で、ステイセイラロマリン効果。さあここに何か誘発がありますかと。これ召喚魔術、あ、暴走魔法陣ないんで無効にはされそうですね、エフェクトベラとかあれば。さあしっかりとヒトベラ引いていく。いや強いですよ今のところ。僕今うらら増地エフェクトベラ打たれてますからね相手鬼ほど誘発ぶん投げてめちゃくちゃ強いですけども、展開はできるということで、ここはですね、墓地送るのはじゃ、これビブリスプ送って、さあありえないほどの手札誘発をぶん投げられております今で。ビブリスプの効果を使い捕食植物を持ってくれる。相手まだなんかあんな、相手なんかまだ誘発はあるぞあいつ反応強すぎるだろ、どうなってんだよ。ですね、これでまあビブリスプから持ってきたブフォリキュラで、まあ、あの召喚、じゃあ召喚者アレイスターとアルビオンを使って中央ドラゴンサペリアを出していくと、まあ、一応融合モンスターで妨害が用意できましたと。で、アルビオンが墓地行くんで、一応楽園のマジックトラップからセットいきますんで、まあ、これでまあ追放ですかね、さすがに。一応無限放用セットでエンドと。はい、一応ドローはさせてしまいましたが、まあ誘発めちゃくちゃ打たれてるんでしょうがないでしょうと。まあ、これ全部通ってれば世界終わる展開できてますからね。はい、で、楽園追放持ってこれて、これもし全部通ってたらなんですけども、ミラジードとドラゴスタペリアとメルカバーみたいな感じで多分なってると思います。はい、全部通ってれば、ね、無限法要。なるほど強え、あい強くねえかいや無理だわ。無限法要エフェクトベーラーうらら増地くれました。はい、アレベル君は無限法要しましょうか。アレベル君はちょっと一回無限法要させてもろて、まあどこで打ってもあんま変わんないんで、はい、すいませんでした相手クソ強くない反動。ドラゴスタペリアもう無効になってるんであんまり意味がないですね一切。これやばいぞ、相手の手札誘発ぶん投げ作戦でこれ負けると。ミラジェイドまで出てくると、まあ一応楽園追放あるんで、まあでもそこそこね、対応はできると思いますけど、まあ、先行有利は先行有利なんで、ね、お前これ増地通せなかったら怒るよ俺。これはさすが怒る、これ占ってやると怒る、これさすがに、さすがに通りそうだ。オッケー、危ねえさすがデュエルスカップですね。テイクダイヤとシロロ飛んでいきますよ。うん、4回打って、まあ、こっちも2発ぐらい打って、まあ、これが現代遊戯王ですね。はい、さあアルバスからのデスピアンでルベリオンが出てくると、これでなんかエフェクトベーラーとか引ければねでかかったんだけど、まあ、ないので、まあ、あんま意味ねえか、喜劇落ちっから。で、融合をしてる。で、デスピアンの効果を発動。融合してるって相手手札あんの？融合してる。結構強いな、あれ。反動。じゃあ。融合よりは大体強いかな、でも。今、ちなみに僕の盤面はですね、楽に強いしかないので。あー、ドラマトゥルギア。なるほど。ドラマトゥルギア。からの、まあ、ミラジェイド、パイセンは飛んでくるのが確定している。パイセンで除外されるパターンですかね。はい。で捕食計画も来た。なるほど、今なん初動ないなやっべ、あやっべ、追放待ちか、追放待ちな、これこれ追放ってことだったことね。えこれさ、これあ、え、あ、えこれダメけ、これアレイスター投げたらこれ勝てんじゃねこれ相手これアルビオン遅れてないのこれね、アルビオン遅れてないから、これアレイスターでぶん投げたら勝てるのでは。ダメしてでしょ、はいあれよくやったアレイさん、よくやったアレイさん、来た、耐えてる。いやこれね、アルビオン墓地遅れてないからさ、相手だって後続用意できなくね、これこれまさかのドラゴスタペリアとの帰り道、これ聞いてる。でこれ死ぬからあんま関係ないか、これあんま関係ないな、これあんま関係ないですね。アルビオン出てきても意味ないから、これで相手用意できてないから、後続を、まあ、とりあえず1回エフェクトベーラーケアでドローフェイズにしましょう。ラクイン開幕で、ドローフェイズ、まあ、ドローランドロックバードおよびエフェクトベーラーケアで ドローフェイズに打っていく。アルベルは特殊召喚でいいか、
これね、裏らはないと思うんだよね。さっきあったら同時に多分投げてると思うんで、まあ裏らは多分なくて、でも一応まあケアするためにマッサージ持っておいた方が良さそうな気がするね。一応まあ楽園融合1枚からモンスターめちゃくちゃ並べることはできるんで、墓地超えてるから楽園融合打ちましょう。さあアルビオンの方かな。さすがにルベリオン行くと抹殺捨てるのちょっとすげえもったいないから、まあこうして多分ね、2ビルは踏まなくて済む気がするけど、1、2、3、2ビルねえだろ、多分大丈夫だろ、2ビルなんだもんね。アルビオン効果でプランニング切って相手破壊するか。これちなみにプランニングがあるからね、ヌメロンとかから出てくるね、メガトンギールとかしょれんだよね、このデッキ。あのさ、メガトンギールとかってさ、あれ、楽園デッキ使ってると結構大変なんですよ、処理するの。これね、プレデタープランニングがあるんで、プレデタープランニングの効果って、マホトラプラトの効果だから、メガトンギールしょれんですよ。これ強くて、結構。それでね、何回か勝ってますね、僕。で、まあ、除外しながらのルベリオン。1、2、3。4、1、2、3、これで4回目、でバトルフェーズに入って楽に追放を打てばいいか。 OK でこれで2体殴って2500、3000、2700いける。バトルフェーズいっけまらー、うおー、これアルベル召喚でよかった、うおー、まだ俺のバトルフェーズは終了してないぜ。リバースカード楽に追放発動、ドラゴスタペリアを特殊召喚してそのまま融合するかしないかやめる。まし、今回しない。行け。うわーつえー。対戦ありがとうございました。アレイスターパイセンめっちゃ仕事したな。このさ DC のさ勝った時も負けた時もなんだけど、この盤面がこうバラーって崩れていくのなんかちょっとかっこいいよねあれ。あの演出なんか DC 限定にしとくのもったいない気がするわ。これもう投げていいか、つけたら強いなこれ。ちょっとこれ投げるわ、これ投げるわ。いや早かったかな、これリンク召喚したというだったか。あー墓穴、まあ、裏のうわーわらし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 、いやこれ中へ早かったですよ俺。ちょっとごめん、焦ってる。ちょっと今さっきまではちょっと増殖する人とか入ってないで来ましたから、これ焦ってる、これ焦ってる。これちょっと早い。多分これリンク召喚成功時。あ、でもどっちでもいい、同じか。ブランケッツで出すか出さないか選べるからあんま関係なかったわ。わらしくんちょっと属性弱いんですけどね。エンドフェイズ OK。OK。これはまあリンク召喚伸びなかったからエフェクトベイラー来たけど、あんまりいらない。これはね、アレイスターパイセンでうらら弾いてもらいましょう。絶対打つから。誘発あったら。ね。絶対打つんですよ相手。ここ絶対ですよ。だってアレイスターさせてきたら、なんか誘発打てって言われたでしょ。授業で習わなかった、遊戯王。遊戯王の授業で。習ったでしょ。でこれはね、絶対通るんですよ。で、ここで、アンブロメリデュスを出して、はい。これインスタントフュージョンに出てくる、これインチキだよな、これ。で、アンブロメリデュスの融合召喚成功時の効果。しかもなんか、おあつらい向けにこいつ融合召喚って書いたんだよな。強すぎワルタだよな、これ。プレイングで上はこれどうしようね、これ。一応プランニング持ってきとく？なんか、これモンスターでいい気がするな、俺。まあ、いいや。アンブロメリデスの効果を発動。で、こいつを、ペッてリリースすると、ポイッてリリースすると、デッキから、ダーリンコブラとかいう、マジぶっ壊れモンスター出せて、で、ダーリンコブラの効果によって有効かフュージョン持ってこれると。まあ、これフュージョンデスティネとかね。入ってれば持ってこれますし、超融合も持ってこれるということで、まあ、割と回答になってますね、いろいろ。でですね、まあ、楽園融合を打ちますせう。はい。さあ、エフェクトじゃない、無限抱擁を打ってしまったことがあだになってるんじゃないですか。あれ一作。これ召喚魔術サーチするのできてないけど、スビーテルとちょっとまたそれはそれ強いんですけどね。最終盤面で、メールカバーが並ぶんで、まあ、ちょっと今回できませんでしたが。でですね、ステイセイロマリンの効果によって、植物族ビブリスプ落として、アンブロメリデスがもう墓地落ちてる場合は、この動きすると、アンブロメリデスでルベリオン出しながら、
ルベリオンでアンブロメディス戻してミラジェードするんで、まあ、これ結構強いと思います。はい。で、ルベリオンで効果発動して、で、これプレデタープランニングはちょっと、あの、誘発が、妨害になるんで残しといて、で、ビビルス効果を発動して、ブフォリキュラーですね。はい。ブフォリキュラーを持ってきて、ルベリオン効果でミラジェーディング、ミラジェイダーを出していって、はい。はい、めちゃめちゃ並んでんな。ありえんほどモンスター並んでんな。相手よくされんだしねな。もう終わりだぞお前。もう無法力キャラ持ってきてからな。これ融合したら終わりだぞ。こことここじゃねえといけねえか。アレイスターですね。はい、ここで融合して、はい、まあ、アレビオン墓地遅れてねえけど、まあ、このターンで死ぬからいいでしょ。あいつこのターンで死にますね。はい、バトルアイズ。はい。で、はい。で、はい。アレイスター仕事してるわ。このなんかカラス飛んでく演出いいよな。好きだわ。なんかこういうなんか細かい演出好きだね。あと、あのこのさ、あの墓地と除外ゾーンのこの破壊輪ってさ、あのカードを墓地とか除外ゾーンに送られると、はい、あの楽にね。何にもないですけど、これ僕大丈夫ですかね。これ何の言うはずもないですけど、これ結構強くて、ハンド的には一応ミラージェイドとかだったらなんとなるかなっていう、オクリスダーリングの動きすれば、はい、まあ一応超融合を持ってこれるんで、まあ、超融合でなんとかしたいですね。はい、まくりとしては、まあ、無効ないければだけどね。まあ、無限保養とかあったら多分伏せるから、一応やっぱ羽で無限保養とかしょってで、全、まあ、赤の楽園でもしょって、で、オフリスターリング通しに行って、いやーでもなー、これドラゴスタペリアと出てくるかな、これ。ドラゴスタペリーが、出てくるとちょっとめんどくさいかなっていう、アルビオンとルベリオン、あ、アルバスでルベリオン、はい、どうぞ。いいでしょう。楽園ミラーはもう死ぬほど、この環境であれば、まあ、でもそのうち楽園使えなくなりますけどね。最近あの OCG ではリミット1になりましたからね、あれね。楽園融合、リミット1、リミット1というか制限カードになりましたんで、まあちょっとマスターデュエルでもそろそろ怪しいですよ。まあ今デュエルストカップそろそろ始まろうとしてますけども、これあのデュエルストカップ終わった後あたり多分結構厳しくなるんじゃない楽園。と思うけどな、どうだろうね。まあちょっとデュエルストカップの結果出てみないとわかんないけど、さすがにデッキとしてはかなりパワーが高いので、はい。エンドフェイズ入って、アルビオン効果。なるほど。赤の楽にセットしてエンドとかかな。え、わかつ楽、ゴミ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 。あ、やばいカード落ちてんじゃん。やべえ、気づいてなかった。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、やばい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 。特殊召喚するのこれ何？うーわー、出たー、ゴミデッキだー。ストロックじゃねえか、ふざけんな、ふざけんな。無限紅葉をケアしてんじゃねえぞ、おい。もう持ってねえけど、おい、ふざけんなよ、おい。ちょ、はよアルベルの子がさせてや。どうしよう、これ激キモデッキじゃんこれ。いや、この激キモデッキどうにかしていただいてよろしいでしょうか。うわ、うざっ、引かんねえし、なんも引かんねえ。ちなみに今どういうことが起きてるかっていうと、ラーの使徒っていうモンスターがいるとですね、あのそいつの効果以外で特殊化できないんですよ。まあ、井戸ロック一回動画にしますけど、あんな感じですね。はい、井戸のところがラーの使徒になってるみたいな感じ。いや、あのね、楽園はいいけど、分かつ楽園だけ納得できないから、あのカードを禁止にしない。